みんな久しぶり。久しぶり。非常勤講師だ。あれ今日新しい単元だな。積分聞いたことあるかな？言葉では。はい、微分積分いい気分みたいなね。セブンイレブンみたいに。そう。言わないでください。ダメか。積分とは何かということかな。今日は。動かしてもいいです。動かしてもいいですか。寝かしとけ。先に難しい話をしよう。積分が難しいかもしれない。そう思ったところから簡単に説明していきましょう。もうね、なんかよくわかんないグラフがあるよ。なんだこれ。何に使うんだよ。知るかよっていうグラフがあります。何に使うんですかね、それ。ここに、まあ、こんなグラフがあると。変なグラフがあるわけですね。こういう曲線の。で、仮にこれが y イコールx 2乗引く 3x の足す4みたいなね、見たことあるでしょ、2次関数っていう。この曲線はこの式ですよってなってる時に1の場所と3の場所に点を置きます。これが基準点ですね。ザコ君、はい、ちょっと前に出てきて。またですか。積分ってこれかなって思うものをなんとなく書いてください。あー、なるほど。これ何これ。あ、ごめんなさい。これ何、笑顔です。あ、考え方いいね、この基準点を使うっていうのね、はい、惜しかった。はい、これやばい。大正解だね、ある意味ね。失敗して惜しかった。あ、ここで答えられたらもう終わりだからね。あ、先生、点を伸ばします。そうするとグラフにぶつかっちゃうね。はい、そしたらここに点を置いて3からもピーって伸ばして、まあ、このグラフとねぶつかっちゃうね、ここで。あ、そしたらこの範囲、この範囲がどれぐらいの広さなのかっていう話なんですよ。それが積分です。何に使うんじゃんっていう話なわけです、はい、その通りです。使いません。だから先生が今回考えてきました。なんで使わない。何、なんで使わないんですか。いや、使うんだろ、こんなグラフ。何これ、 y イコール x 2乗。最初からちゃんと数字で計算せえやん、こんなもん。何、何ですか。はい、ということでね、このグラフが難しいと思うんですけども、イメージでね、説明していきましょうね。仮にこういうグラフがありますと。で、上にグラフがあり、こうじゃね、ありますね。で、基準点が、まあ、仮にこの辺だったとしましょうね。仮にこの辺、この範囲を求めるときに、もうちょっと下までね、イメージ線ですよ、これ。本当は求めないですからね。イメージの線をビーって引いて、外側にも引いちゃう。で、こっちも下に下げて、こっちにも引いちゃう。これ何見えるかな、りょうくん。何に見えるかな。これ今何に見えますか。絵で捉えてください、絵で。あ、わかりにくいかな。じゃあこうしてみたらどうか。こうしてみたら。こうしてみたらどう。何か。これ陰毛だね。円がね。線は陰毛。接写した女性器だね。X 軸の点、これが太ももの付け根。で、この基準点よりも上にあるこのね、グラフのこの部分、ここが女性器ですね。まあ、いわゆる足と足の隙間ですね、ここは。つまり、この積分というのは、はい、美脚指数ということになりますね、つまりは。指数。これは毎回毎回同じような形になるわけではないんですけど、この場合は美脚指数です。じゃあ違うパターン見てみましょうね。下に突き出てしまうパターン、範囲がこれだけしかないですね。下に出ているこの部分、ここはなんと引かなきゃいけないんですね。基準点よりも下にグラフが出ている場合、これは男性です。で、美脚指数ではなくて、これはシンプルにこれ沈黙の大きさを表したわけですね。何の授業ですか。積分の概念よ、積分の概念。こういうパターンもあるんですね。どうしました。こんなパターンもあるここの場合だと、まあ、こうなってますね。で、上に出ている場合、これは挿入度合いということになりますね。挿入度合い、まあ、狭間だとして、どれぐらい沈黙が入っているのかなって話になってきますので。はい、何ですか。はい、挿入ですよ。じゃあ、下になってたらどうなのって話なんですけど、この面積、ここが挿入までの距離なわけですね。あと、どれぐらいでこのことをやれるのでしょうかと。心の距離とも言えると。
上向きのグラフで上に出てしまっている場合は僕ですね、はい、たくさんたくさん入りました。でこちらこれが雑魚くんですね、はい、もう意欲だけは上に向いているのに全然入れれないと困ったもんだなという状況ですね。一方こうなっている、ここを求めなければならない、でも下に出ている分がマイナスだと、大変大変大きいですね、こうなってしまうと。これが、リョウくんなんですね。ほう、まあ、チンチンが大きいとかモテるというのが通説です。で、これの基準点よりも上にある場合は女性の美脚指数ですよと、この4パターンで覚えていただければ基本的には大丈夫ですよね。で、まあ今までね、こんだけ話してきまして、じゃあいよいよこの面積どうやって求めるのって話ですね。一番最初に書いたグラフ、これが y イコール x2 乗引く 3x 足す4のグラフで、はい、美脚指数を求めるよっていう、この面積を求めるときに使う式がこれです。答えが3分の14、彼女の美脚指数は3分の14ということになりますね。赤い範囲がなんだって話じゃないここの範囲が3分の14ですよ、だからなんやねんという話なんですね、はい、あ、そういうものなんですよ、積分ってのはなんやねんという、この式の数字当てはめて出て計算して、はい、数字これです、もうそうやって言えばなんか数学の学者は納得するみたいなんですよそれが知りたいだけみたいなんでね、今日は積分とは何か、それを学んでいただきました。質問があるんですけど、どうぞ。積分って二次関数じゃなきゃできないんですか、はい、例えばこうな、例えばそうこういうグラフね、それは積分できないんですか。まあやってやれんことはないだろやってみたいなじゃあできるよあ、無理。そうしたら美脚指数とかってどうなっちゃうんですか。ひらぺって、まだに見えたらひらぺって、まだに見えたらピョンってやってやればいいんだから何かに見えたらいやそれだけしてください先生それは除けしといてください。先生は美脚質どれぐらいの女性が好きなんですか。先生はね、もう基準点がなるべく狭い方が好きかな。お、まあ、簡単に言えばだねこの辺がいいかな美脚指数こんなもん、だからもうこういう女性だよねこういう、ああ分かりやすい、そう、こうやって言うと分かりやすいでしょ、はい、以上でございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。